大阪大学は、大阪府水田市山田9一番1号に本部を置く、日本の国立大学である。1931年に設置された。大学の略称は反対。豊中キャンパスの正門大阪大学は、1931年に、大阪帝国大学として設立された。現在では11学部、16研究科を要する、国立分離総合大学である。 帝国大学としては、比較的新しく、開学当初は、医学部と理学部のみで創設された。分離後学部体制となったのは、第二次世界大戦後の1949年の、ことである。初代総長は、物理学者の長岡半太郎である。設立当初から存在する、理系学部をはじめとして、様々な領域において、重要な役割を担っている。 設立の際に統合した旧大阪医科大学が、江戸時代後期の1838年に、尾形公安により設立された、敵塾の流れを組むことから、大阪大学は敵塾を源流とするとしている。また、海徳堂設立の蔵書類が戦後、文系学部に提供されたこともあり、私塾、学問書の流れを組む、地域に行き世界に伸びるをットーとしている。 大阪大学は、設立当初は、東京をしのぐ、大都市であった大阪に、関西財界や、府民の熱意ある、活動の末、民間の意思と財源により創設された、市民精神の息づく大学である。かつて、大阪大学は、その創設の地である大阪、中野島を本拠とし、多数の部局が、大阪各所に点在する、典型的なタコ足大学であった。 1993年の医学部及び、医学部附属病院を最後に、豊中キャンパスと吹田キャンパスの2キャンパスへの移転統合を完了した。大阪大学の本部事務機構は、吹田キャンパスに設置されており、豊中キャンパスには、全学共通教育を担当する、全学教育推進機構と、その講義旨が置かれている。サークル活動は、基本的に、 豊中キャンパスで行われることが多いが、体育会計サークルは、多くのテニスコートがあるために空いたキャンパスで活動を行っていることが多い。2007年10月1日に、言語文化学専攻を言語文化専攻と解消。大学院言語文化研究科言語社会専攻を新設し、美濃キャンパスに、世界言語研究センター、外国語学部を設置。なお、 美濃キャンパスは2021年、同じ美の市内の北大阪急行電鉄美濃船場、半大前駅前に全面移転している。国立大学法人で外国語学部を設置しているのは大阪大学と東京外国語大学のみである。また一学年あたりの学部学生定員は国立大学で最多の3255人となった。 学部学生数15,075人、大学院学生数8,151人、計23,226人、教員数3,357人。地域に行き世界に伸びる、タイムズハイヤーエデュケーションによる、ザ世界大学ランキングに毎年ランクインしており、2121から2022では、第301から350位、アジア第39位。 国内第4位である。世界大学学術ランキングが発行では2021年は第151から200位、国内第5から7位である。QS 世界大学ランキングでは2021年は第72位、アジア第20位、国内第4位である。福ア世界大学ランキングでは2021年は第78位、国内3位である。 男女共同三角社会基本法に基づくポジティブアクションに取り組んでおり、理工系部局における常勤女性研究者の人数を3年以内に現在より3割増加させるとの数値目標を掲げて達成した。1869年設立の何分かり病院が大阪高等医学校への改装を経て1919 19年には、府立大阪医科大学に昇格した。 大阪大学では、海徳堂設立とも関係があるとしている。海徳堂は1869年に閉鎖されるが、1910年に、海徳堂記念会の設立、最後の預かり人、中井霧園の着手、中井天聖らの尽力で、1916年のおもて海徳堂の設立により最高を果たした。太平洋戦争後の1949年になり、 海徳道記念会が海徳道蔵書、大阪大学に寄贈したことで両者のつながりができた。現在、財団法人海徳道記念会事務局は大阪大学文学部内にあり、大阪大学が初期の海徳道に関するものも含めて管理している。明治期の大阪では、敵塾を源流とする医学校の他に、1896年に、 設立された大阪工業学校が実業教育を行っており、これが旧制専門学校である管理大阪高等工業学校への改装を経て、大正期以降の高等教育拡充ブームの中で、1929年には大阪工業大学に昇格した。その一方で、不立大阪以大を中核とした帝国大学設立の動きも起こり、 1931年には、管理追管された、不立医大を医学部とし、理学部を加えた二学部寄りになる、大阪帝国大学が、発足、総合大学への道を歩み出すこととなった。設立間もない大阪帝国大学は、1933年には、戦術の管理大阪工大を合併して工学部を、増設したが、戦時期の発足という事情もあって、 理系学部中心の帝国大学に泊まった。半大が文系学部も完備した総合大学となるのは戦後の学生改革による新生大学への改組の後である。1949年大阪帝大を中心に旧制高等学校であった、何和高等学校、大阪高等学校、旧制専門学校であったシリーズの 大阪薬学専門学校の合計3校を包括し、分離語学部よりなる新生大阪大学が新たに発足した。経済学部は戦後設置されたこともあり、近代経済学の研究、教育に特化。マルクス経済学が一定の勢力を維持していた、旧帝国大学の中では異色の存在だった。2004年に国立大学法人化した。 2007年10月には、大阪外国語大学と統合した。旧国立大で14組目の統合で、旧帝大では2003年の九州大学と九州、芸術工科大学に次ぐ2組目。2018年10月、指定国立大学法人に指定される。尾形公安肖像的塾、大阪帝国大学江戸時代、明治大正昭和平成令和すべて、 大阪府内に所在。学省大阪大学の学賞は、大阪府の象徴の木である銀杏の葉をモチーフに、大阪の王を忍ばせたもので、知性と拡張を失うことなく、大学、学生、市民へと連なる親近感を表現したものである。制作は、田中和光。百九十一年に創立六十周年を記念して制定された。 大学関係者からは、しばしば、銀杏マークと称される。なお、弦楽章の制定以前には、交差した2枚の銀杏の葉の一章に、大学の文字が重ねられた文章が存在した。これは、旧制大阪医科大学で用いられていた、銀杏マークをもとにして、大阪帝国大学時代に制作されたもので、正式の学章として定められたものではなかったが、 体育会計クラブの武器や学生証の刻印等随所に多く用いられ正式なものに準じた扱いであった。この旧学証は現在でも人間科学部正面玄関の屋根ブレリーフに見ることができるほか、私学部付属病院のエレベーター扉にも類似の衣装が施されている。スクールカラースクールカラーはスカイブルーとし、 ムーンシルブックオブカラーの色版 7.5PB3-12 を標準とする。現学章を使用する場合は原則としてスクールカラーを用いるものとする。学章と同じく平成3年に制定。学科大阪大学には正式に定められた学科は存在しない。入学式等では代わりに大阪大学学生科が歌われる。その他、 主に体育会関係者に愛称されるいくつかの応援歌がある。マスコットキャラクター、大阪大学の公式マスコットキャラクターがいる。1964年、大阪大学と夜中キャンパス理学部の町金山、新校舎工事現場にて発見されたワニの化石をもとに、ワニ博士が誕生した。大阪大学の公式グッズなどに使用されている。 人間科学部校舎医学部校舎学部研究科以下、特記していない専攻は、博士前期課程、博士後期課程である。講座、協力講座名は、基本的に、大阪大学における講座、学科目及び、研究部門に関する規定による。寄付講座、共同研究講座については、大阪大学プロフィールを参照のこと。 国際競争大学院学位プログラム付属機関、付属図書館付属図書館は、総合図書館、生命科学図書館、理工学図書館、外国学図書館の4つがあり、全体で約390万冊の蔵書、7万種類の雑誌を用している。図書の返却は借りた館以外でも可能で、上記4巻に加え、人間科学研究科図書室、 タンパク質研究所と書室、産業科学研究所と書室が、どこでも返却サービス参加官である。また、この他にも、約20の図書室、資料室がある。府知研究所大型レーザー実験装置、激高12号学内、共同教育研究施設全国、共同利用施設学部、付属施設医学部付属病院大学院。 研究科付属施設その他21世紀 COE プログラム21世紀 COE プログラムとして15件のプロジェクトが採択された。グローバル COE プログラムグローバル COE プログラムとして12件のプロジェクトが採択されている。初年度である2007年度当時採択件数が7件と全国の大学で最も多かった。 免疫学の世界的拠点在籍経験研究者、大阪大学の授業科目は、共通教育系科目、専門教育系科目、教職教育科目、国際交流科目、コミュニケーションデザイン科目で構成されている。そのうち、共通教育系科目と、専門教育系科目のうちの、専門基礎教育科目は、全学共通教育科目と呼ばれ、 全学教育推進機構によって実施される。なお、平成19年度入学生から科目特分が再編された。なお、学部学生、院生教職員に ID とパスワードが付与されていて IT 化が進められている。採択されているプログラム2021年6月1日時点、体育系58団体。 文化系71団体、大学祭中央実行委員会が大阪大学公認団体として存在している。ものづくり系サークルにも力を入れている大阪大学では春と秋にそれぞれ学園祭を開催。現行の公認学園祭は、委長祭、町金祭り、中野島祭りの3つ。 以調祭5月1日の大阪大学記念日を祝い、例年5月上旬にかけて実施される創立記念祭の愛称。新入生を歓迎する催しとしての意味もあるほか、豊夜中、水田の両地区で大学施設の一般公開も行われ、小さな学園祭の様相を呈する。模擬展などの諸行事は、大学祭中央実行委員会主催のもと、 豊中キャンパスでのみ開催される。授業は休校となるが、大学祭としては、待金、祭りの方が盛大に開催される。学部によってはいくつかの研究室が、毎年リ番で研究室の研究内容を公開する。待金は2が見られる数少ない機会の一つであったが、2004年総合学術博物館の改装により常に見られるようになった。 町金祭り11月初め頃に行われる大学祭。大学祭中央実行委員会が主催。豊中キャンパスを司会場として開催される。長らく大学当局に公認されず、体育文化週間と名付けられた秋の一斉休校という位置づけであったが、現在では公認の大学祭となっている。委長祭よりも大規模に開催され、 大学祭らしい雰囲気となる。街金山から取られた名前は1996年に公募で決定。2019年に60回目の節目を迎える。2021年のテーマはお待ちかね。新型コロナウイルス感染症の流行により延期、中止が心配されたが、徹底した入場管理システムを導入することにより、 例年通り大面開催を実施することができた。中野島祭医学部が主催。水田キャンパス内の医学部施設周辺で11月中旬に行われる。医学部、医学部付属病院が中野島にあったことに由来するが、医学部の衰退点により時時は名称を水田祭としていた時期があった。医学部らしい展示、体験コーナーが特徴であるが、 吉本興業の芸人4人から6組の無料野外ステージでも知られる。夏祭り旧美濃キャンパスで行われていた夏祭り実行委員会が実施する大学祭。7月上旬開催。ステージ企画や模擬展などの通常の大学祭の要素に加え、盆踊りなどの夏祭りらしい企画も行われている。吹田祭り主に工学部が主催。 10月下旬から11月初旬にかけて、吹田キャンパスの工学部地区で行われ、学生と教員の双方が企画運営するのが特徴である。演奏会、講演会、落語会、スポーツ大会などが行われる。その他その他、下記の小規模な学祭もある。生活協同組合大阪大学には、大学盛況があり、各キャンパスに店舗があり、サービスを提供している。 なお2008年2月28日までは、大阪外国語大学生活共同組合も、閉鎖にし、美濃キャンパスで営業を続けていた。これは、反対に統合され、大阪外大が廃止されたものの、政教の合併は両政教の組合委員総会の、承認がないと、行うことができないためであった。2007年11月の両政教の、 臨時総会において統合が正式に決定し、2008年3月1日に統合した。同窓会平成17年7月25日に大阪大学同窓会連合会が設立された。学部、研究科、専門ごとに細かく数多くの同窓会がある。代表的なものは以下の通り、大阪大学東京オフィス首都圏における 活動の拠点。学生、教職員のほか卒業生が利用可能。東京都千代田区霞が関に事務所がある。大阪大学出版会大阪大学事務局内に事務所がある。詳細は、大阪大学出版会参照。学士会社団法人学士会は、旧帝国大学出身者、教授、准教授。 総長で構成されており、大阪大学の卒業生も加盟することができる。詳細は、学士会を参照。中野島センターかつて、大阪大学は、その創設の地であり、全身たる、敵塾の所在地でもあった大阪、中野島を本拠とし、多数の部局が、大阪各所に点在する、典型的なタコ足シ大学であったが、 1993年の医学部及び医学部附属病院を最後に豊中キャンパスと吹田キャンパスの2キャンパスへの移転統合を完了した。2007年10月1日から美濃キャンパスが発足した。なお、旧キャンパスであった中野島には2004年4月に中野島センターが開設された。大阪大学の関係者は同センターが社会との交流。 情報発信の場としての機能を果たすことを期待している。中野島地区面積は1000平方メートル。移転により研究環境は改善したが、医学部、私学部の場合には、大阪中心部から郊外への移転により、患者の利便性に支障をきたしたことは否めない。また、大阪市福島区にあった医学部付属病院の跡地は、まず、 大阪ホーム合同庁舎が建設され、2008年に朝日放送の本社、スタジオが移転し、約1200席のホールや高層マンションも合わせた、再開発外区ホタル町がオープンした。医学部付属病院が移転するまで、ドキュメンタリー番組、巨大病院が動いた。半大病院移転がテレビ放送された。郊外型のキャンパスで特に、スイタ、ミノ 両キャンパスは公共交通機関が不便な位置にあるが特別な場合を除いて学生が自動車やオートバイで通学・入校することは禁止となっている。なお、美濃キャンパスは2021年同じ美の市内の北大阪急行電鉄美濃船場半大前駅駅前に全面移転した。外国語学部が起源である大阪外国語学校創立百年で校舎を 移転する一大プロジェクトの模様については、NHK ドキュメンタリー番組、小さな世界の大引っ越しがテレビ放送された。水田キャンパス万博記念公園の北西に隣接するキャンパスで、水田市山田急と茨城市美保家宮にまたがる。1966年より造成が開始され、1968年に工学部、1975年に薬学部、 人間科学部、1980年に、本部、1983年に私学部及び私学部、付属病院、1993年に医学部及び、医学部付属病院がそれぞれすいたキャンパスへ移転した。敷地内は、北部の大半を工学部、東部を医学部、南部を薬学部、私学部、人間科学部が占める形になっている。 かつて医学部移転前は微生物病研究所に付属病院が設置されていたが、医学部付属病院と統合されて廃止された。大阪大学でのサークル活動は、基本的に豊中キャンパスで行われることが多いが、多くのテニスコートがあるためにテニスサークルの一部は、スイタキャンパスで活動を行っている。また、体育会系サークルも、スイタキャンパスで活動を行っている。 食堂は、生協が運営する学生向けのものだけで6カ所あるが、工学部には、千里半球ホテルや、リーガロイヤルホテル直営のレストランもある。竹の子保育園、竹の子保育園と、牧場保育所がキャンパス内に設置されている。敷地面積は997,110.72平方メートル。公的文書等では、水田一団地、水田二団地と称される。 キャンパス内交通万博口豊中キャンパス、石橋口大阪大学会観光内、メインストリート総合学術博物館、総合学術博物館に展示されている街金ワニのレプリカ。なお、実物は同館3階にて展示されている。サイバーメディアセンター、豊中教育研究棟、 全学共通教育を担当する全学教育推進機構とその講義旨が置かれており学部の新入生は一定期間豊中キャンパスに通うことになる敷地面積は44万1313.43平方メートル公的文書等では豊中団地と称される歴史豊中キャンパスは町金山の大阪以下大学予科校舎に始まる 同余科は、大阪帝国大学の発足に伴って1931年に廃止されることになるが、その事実上の後継として1926年に大阪府立浪和高等学校が設立された。同校は、戦後に大阪工業専門学校との等価交換により国に移管されて、一般教養部北校となり、現在の豊中キャンパスの土台となっている。 キャンパスは、池の埋め立てや、町金山に連なる、丘陵部の造成により、徐々に拡張、整備され、その過程で町金ワニの化石も発掘された。整備が一通り落ち着いた後、長らく経年劣化等により古びた、学者群となっていたが、2000年代になって、研究棟や、福り棟の建て替えや改装、新築が進んでいる。現在キャンパスのシンボルとなっている、 大阪大学会館は、何和高等学校の高等科本館として1929年に、竣工したもので、ネオゴシック様式を持った、学内最古の建物である。新生大学として、何和高等学校が、大阪大学に吸収されると、教養部本館、共通教育本館を経て、2011年のリニューアル、工事竣工をもって、大阪大学会館となった。 2004年に国の登録有形文化財となった。また、同与家跡地には1932年に大阪帝国大学医学部附属院石橋文院が設置された。この文院は1968年に廃止されたが、建物は医療技術短期大学部本館を経て大阪大学総合学術博物館として改装され、現在に至る。 この地域にはかつて農業用に掘られたため池が多く存在していたが前述の通り埋め立てによって徐々に数を減らした。現在のキャンパス内には中山池、宇母、谷池、町金池の3つが残っており時折釣り人の姿も見られる。サークル学部生が共通教育のために入学後一定期間を過ごすことや サークル活動の拠点となる諸施設が設置されていることなどから3つのキャンパスの中で最もサークル活動が盛んである。課外活動オリエンテーションも本キャンパスで実施される。そのため一番賑やかなキャンパスとなっている。豊中キャンパスの門、出入り口大阪府道2号大阪中央環状線に面した入り口が正門で柴原半大前駅や 半大豊中学舎前停留所からは、ほぼここを通る。ただし正門は、自動車中心の出入り口であり、石橋半大前駅から、石橋の街中を通り、国道171号と国道176号の石橋半大した、交差点付近から上る、半大坂が、多くの学生にとって馴染み深い通学路である。美能新キャンパス、美能キャンパスの、 外国学研究講義棟敷地面積は8000平方メートル。公的文書等では、未納団地と称される。未納旧キャンパス、未納キャンパスの中心部と、墓石階段未納キャンパスサイモンと外国学図書館、サイト側から見た、未納キャンパスと大阪モノレール、サイト線外国語学部の中心にある花崗岩の大階段は、 墓石階段とも呼ばれている。正門からだらだらと続く坂は現在でも外大阪と呼ばれている。三つある門にある大学名のプレートの自体は霊所帯である。食堂は美濃福利会館の1階にある。カフェテリア式食堂で愛称はレインボー。以前は20時まで営業していたが、 2013年から18時半までの営業に変更されている。敷地面積は14400.04平方メートル。公的文書等では未納団地と称される。未納キャンパスの門未納級キャンパスには4つの出入口があった。深夜0時から午前7時までの間、守衛室のない正門以外の3つの門は閉鎖される。歴史未納級キャンパスは、 かつて存在した大阪外国語大学のキャンパスである。両大学統合の背景には、2001年6月、第1次、小泉内閣の発表した、国立大学の国際競争力の向上を目指す、構造改革構想、いわゆる演算プランがあるとされる。統合について、大阪大学は同年末の段階で、具体的な相手と協議中、と表明。また、同様に、 具体的な相手と協議中と表明した大阪教育大学が大阪大学や大阪外大との統合を視野に入れ検討中と文部科学省への報告で答えており国立大学の統合再編の機運が大阪府でも2002年から高まっていた2003年の国立大学法人法施行を受け単位互換制度や 地域交流で信仰のあった大阪外国語大学と大阪大学が2004年4月、統合再編も視野に検討を始めることを国立大学法人の年度計画に明記。両大学の連絡協議会を設置し、議論を始めた。そして2006年3月23日、両大学の学長が2007年10月の統合。 2008年4月の新規学生受け入れを目標として統合推進合意書を締結。記者会見では大阪外大が培ってきた諸言語の研究や教育をより発展、推進、外大の多彩な言語と国際文化教育を取り入れ他にない教育を展開と述べた。大阪外国語大学100周年で 駅前全面移転未納級キャンパスは施設の老朽化に加え学生人口の大幅な減少で余剰となっていることもあり大阪大学90周年で大阪外国語大学100周年の2021年4月北大阪急行電鉄の遠心部の新駅未納船場半大前駅東側の高層ビル型キャンパスに全面移転することとなった新しい未納キャンパスは 現キャンパスから南西に約4キロメートルの距離で新設される北急美濃船場半大前駅近くに建設。豊中、水田キャンパスの中間にある大阪大学が世界に向かうヘッドクォーターとなるポテンシャルを持つ場所に都市型キャンパスとして整備される。背景として、未納しが千よろし商団地のある 船場東地区活性化として、美濃船場の面積33,400平方メートルの土地区画整理事業を推進。卸商の数で4割減った、千0卸商団地組合も1964年設立時から、北急の延伸を要望。2008年美濃市長に就任した、倉田哲郎が北急の延伸実現を、選挙公約に掲げており、合わせて、 同地区への美濃キャンパス移転を大阪大学に働きかけていた。美濃市は新キャンパス移転に合わせて文化拠点を建設。市民ホール、図書館、生涯学習センターで構成される複合施設で138億円を投入する。また、美濃市と大阪大学、卸商団地組合が連携し、スポーツ科学、ヘルスケアの拠点施設、 関西スポーツ科学、ヘルスケア総合センターも整備される。駅前の土地区画整理事業地の一部を、見直しが買収し、現キャンパス跡地と交換する。再開発地域は、図書館や市民施設、アパートなどが作られるが、その一角のビル一棟だけが、外国語学部となり、隣の一棟が寮及び留学生会館となる。旧キャンパス跡地は、 未納市が保有し、未納キャンパス跡地活用事業を行う。スクールバスと夜中、吹いた、未納間の無料バスが、朝7時から夜8時まで運行されている。かつては、阪急バスで行き来できていたが、大阪モノレールの大阪空港駅延伸で廃止され、高運賃の乗り継ぎを余儀なくされた。そこで1997年に、当時の総長が、 早朝予算を回して、かつて存在した無料バスを復活させた。2005年5月以降は、豊中、水田間無料バスが20分間隔で走るようになり、2008年4月より、豊中、水田、未納間の無料バスも設定された。モノレールが、半大病院前駅まで延伸された後も高い、運賃と駅から、工学部地域までの通さが嫌われ、 混雑していることが多い。休校期間、土日などは原則として運行されない。なお、この無料バスは、再利修の学生がよく使うため、再利バス、留年バスとも呼ばれるが、現状では、再利修生、留年生の利用よりも、サークル活動などの移動で使う学生の方が多い。所属学部にかかわらず、サークル活動は特定キャンパスで行われることが多いからである。 なお、バスの本数が多いとは言えないこと、満員で乗れないこともあること、中央環状線の渋滞で延着することなどもしばし起こる。このため原付や自転車で移動する学生もかなり多いが、意外にも、近隣の国道171号線を原付や自転車で走っても、バスとの時間的な差はそれほど大きくない。以前のキャンパス、 大阪大学の前身である敵塾の建物は、大阪府大阪市中央区北浜三丁目3の8に、所在し、大阪大学の管理の下で一般に公開されている。学生寮は5つある。利根山寮は、豊中キャンパスの敷地の西宮に、生命寮は、豊中キャンパスの北東側隣接地に設けられている。利根山寮、生命寮、グローバルビレッジ。 つくも大寮は留学生との昆虫寮である。新棟寮は豊中キャンパスから北に直線距離で 2km ほど離れた美濃市内にある。グローバルビレッジ、美濃船場寮は外国語学部の寮であり、美濃船場地区の外国語学部校舎建物と同じ敷地に隣接して建つ。留学生の個室もある学寮で昆虫型である。各キャンパスの周辺は共に、 住宅街であり、学生向けのアパートやマンションも多い。生協がアパートマンションの紹介なども言っている。かつてあった寮公用寮、もみじ寮は、未納新キャンパス構想に伴い、2021年3月を、もって廃止。高用寮、もみじ寮は、外国語学部の寮であり、未納級キャンパスのキャンパス内の北隅にあった。 ミノー級キャンパス内には、これらの他に、鉄筋コンクリート作り7階建ての、国際学生宿舎が設けられていた。日本人女子学生が30人、外国人女子留学生が10人入寮し、共同生活を行うことによって、国際交流の促進に寄与するためのものである。なお、国際学生宿舎は、ミノキャンパスの女子寮の名称、もみじ寮にちなみ、 それよりも良い設備のため、スーパーモミジと学生の間で俗称されていた。ミノオキャンパスは女子学生の方が圧倒的に多いため、本来は高容量の一部であった部分をモミジ量と称して女子学生が居住していた。留学生、外国人研究者用宿舎、大阪大学ミノオ留学生会館。奥が1号館で、手前が2号館。 上記の利山寮、漁、生命漁、グローバルビレッジ、筑く大漁、グローバルビレッジ、ミノ船場漁のほか、次の通り、地域に貢献するため、近隣自治体と包括協定を結んでいる。大阪大学競争機構や、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社が、大学発ベンチャー企業の企業支援や、大学内シーズと学外の橋渡しによる、 事業家を手掛けている。広報活動の一環として朝日放送、ABC ラジオと大阪大学工学部、工学研究科の共同制作番組が2005年度から放送されている。連携協定を締結している、見直しとの連携事業として、見の FM 放送で2010年4月から、町のラジオと題した番組の放送が月に一度行われている。 大学と社会のつながりをテーマにする中で、特に2021年度は移転して間もない、未能新キャンパスの紹介が取り上げられている。共同研究や研究者、学生の交流を行うため、129の大学、機関と大学間交流協定を結んでいる。また617の大学、機関と部局間協定を結んでいる。ありがとうございます。